皆様こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。本日は映画呪怨終わりの始まり世界最速完成披露上映会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。これから皆様にご覧いただきます呪怨終わりの始まり、本作は超有名ホラー映画呪怨シリーズの最新作となっております。2003年に公開されました劇場版2作は世界各国で大ヒットを記録。その後ハリウッドでリメイクされたザ・呪怨は全米興行収入2週連続第1位を獲得するなど、ここ日本だけではなく世界中を恐怖に陥れたホラー映画シリーズ、その劇場版の最新作が、これから皆様にご覧いただきます呪怨終わりの始まりです。今日はですね、一般のお客様そしてマスコミの皆様にですね、世界で初めて本作がお披露目される場となります。今日はお集まりいただきました皆様を前にですね、監督キャストの方々にお越しいただきまして、撮影中のエピソードや苦労話などいろいろなお話伺ってまいりたいと思っております。さてゲストの皆様お呼びする前に、皆様にお願いです。皆様どうぞ携帯電話の電源はオフかマナーモードにしていただきますようお願いいたします。そして本日マスコミの方々によります取材が入っておりますが、お客様によります写真撮影ビデオ撮影録音等はすべてご遠慮いただいております。携帯電話での撮影録音も禁止となっておりますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。そして最後になりました、私は本日の司会を務めますシネマアナリスト DJ の八雲文音と申します。お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速ご登場いただきましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。本日ご登壇いただきますのは佐々木希さん、青柳翔さん、トリンドル玲奈さん、そして落合正幸監督です。どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。順にご挨拶をいただきましょう。ではまずは佐々木希さんお願いします。はい、翔の結衣役を演じました佐々木希です。今日は皆さんこうやって集まっていただいてとても嬉しく思ってます。完成した順を初めてこうやって見てもらえるので、ドキドキしています。最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして直木役をやらせていただきました青柳翔です。本日は、ご来場いただき本当にありがとうございます。最後までお楽しみください。ありがとうございます。続きまして富田玲奈さんお願いします。はい、ご覧の役を演じさせていただきました富田玲奈です。本日は短い時間ですが皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。そして長野に戻りました落合正幸監督、ご挨拶に本日は早々にお越しいただきまして誠にありがとうございます。27日先週の今日、完成したばっかりです。それもそこもねすぐに今日この皆さん見ていただくことで本当に嬉しく思います。まあ笑いとねホラーって紙一重なんで、どうぞ腹かえて笑ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、早速いろいろなお話を伺ってまいりたいと思います。まずは主演を務められました佐々木さん、はい、誰もが知る有名なホラーシリーズ呪怨で、はい、しかも新作で主演ということで、最初にお話聞いた時にはどう思いましたか？最初お話もらった時にやっぱり素直にすごく嬉しくて、なんか親も知ってますし、もう誰もが知っている呪怨の映画に出れるということでとっても嬉しい反面、ちょっとホラーが苦手なので不安もありました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ普段ご自分では映画をご覧になる時にはホラーはあまりホラーはあまり見ないですけど、でも自分が出る側なので一生懸命頑張ろうと思って、はい、
思いました。そうですよね、はい、出演するとなると今度は怖がらせる側にそうなんですけどね、はい、じゃあまたそのあたりのお話は後ほどゆっくりと伺おうとしまして、はい、やはり有名な呪文シリーズということでキャストの皆さんそれぞれオファーを受けた時さまざまな思いがあったのかななんて思うんですけど、青柳さんはいかがでしたか、はい、最初に聞いた時には。そうですね、本当にもちろん光栄でしたし、僕も前作ともに見てる呪文シリーズだったので、はい、まあ本当にお話をいただけて本当に光栄でした。でもあまりにも台本が怖すぎて自分が出る側の立場ですけど身内にはあまり見せれないなとは思いました。はい、そうなんですね。もう脚本の段階からかなり恐ろしさが詰まっていたといった感じなんでしょうかね。トリドルさんはいかがでしょう、はい、今回ナナミ役女子高生の役なんですよね、はい、そうですね、最初お話をいただいた時はそうですね、怖いし大丈夫かなって不安だったんですけど、すぐにスタッフさんに現場がすごい楽しくて明るいんだよって言われて、そのまま騙されたままというか現場に向かいました。実際どうでした？すごく楽しかったです。明るい現場で全然怖くなかったです。そうでしたか、はい、じゃあちょっと安心でしたね、はい、なるほど。さて監督は今年の2月にですね、撮影前の制作発表会見でホラー映画史上最も怖いホラー映画にしたいと意気込みを語ってらっしゃいましたけど、いよいよ完成しましたが手応えのほどはいかがでしょうか。自分でこう見ててですね、つくづくそう公言してよかったなと思っております。はい、嘘ですそんなそんな進行台本に書いてあったことはいえとんでもないこと言っちまったと思って言わなくても、すいません。あ、でもどうですか、実際問題こう今その楽しく撮影っておっしゃってましたけど、レイナちゃんコテンパンにこう叩き損されたりするシーンがあったりとかですね、もう皆さんそのあざを作りながらも頑張ってくれて、その分だけの恐怖と、まあ会見の時にちょっとアクティブな呪文にしたいって申し上げたんですけど、そういう今の呪文とちょっと違う側面もいろいろ出せて、うまくいってるかなと自分では思っています。なるほど、シリーズの これまであるスタイルも踏襲しつつまた新たな呪文の世界を皆様にきっとお楽しみいただけるのではないかと思いますが、皆さん、ね、怖い怖いという言葉がやはりキーワードとして出てくるんですけれども、ちょっとこう映画から離れたところで質問をさせていただきたいんですが、皆さん最近こう恐怖体験と申しましょうか、怖い経験ってなさったことまあ、もちろん映画の現場は、ね、楽しかったということなんですけど、佐々木さんはそうですね、映画の現場は本当にもう空気もいいし全然怖くなかったんですけど、はい、最近ですか、私金縛りをたまに体験していて、あ、そうなんですね。それで、ええ、金縛りの最中がすごく怖いです。何かいるんじゃないかっていう恐怖ですね。なんかどんな時に金縛りになるとかそういうのってあるんですか？割と頻繁なんですか？でも、まあ、疲れてる時になりますね。ホテルで泊まってる時とか。ホテルちょっと怖いですね。怖いんですよ、ね、ご自分のお部屋とは状況が違いますか？そうなんです、逃げ場がない。そうですか、怖いです。怖いですか、はい、青柳さんは呪文の撮影の時に昼休憩になって、はい、もうすぐお腹が減ってたんですね、うん、で弁当と撮影中にのぞみちゃんとラーメンの話をしててラーメン食べたいって、どこのラーメンが美味しいっていう話をしてて、でその弁当と一緒に俺カップラーメン食べたいなと思ってカップラーメンを俺食べてたんですよ、はい、その時の佐々木さんのカップラーメンを見る顔は一番怖かったです、ね、全然記憶いないけど、でもあまりにも食べたくなってしまってすぐにコンビニに買いに行って同じもの食べました。そうだったんですね。美味しかったよね。豚骨ね。美味しかったです。話をしているとね、ラーメンって無性に食べたくなる時ありますね。食べたくなりますね。そうですか。意外なところに恐怖が潜んでいたんですね、撮影でね。ずっと見てましたからね。そんなに凝視してました。そうです。そう。トリンドルさんはいかがでしょう。恐怖体験。私は食べ物つながりになってしまいますが、最近以前買っておいたもずくを、塩漬けされたもずくを
毎日ちょっとずつ大切に食べていったんですね。そしたら一昨日ぐらいに賞味期限のとこにいたら1ヶ月ぐらい前に賞味期限が切れていて、ゾッとしました。お腹大丈夫です。はい、あ、そうでしたか。そのもずく残りはどうされました？捨てました。まあもちろんそうもうそれ以上食べてもね危険ですからね。そうですか、体には気をつけてくださいね。ありがとうございます。はい、あの監督はこういうホラー映画とかこう撮影中とか編集中とかこう恐怖体験したっていう話もちらりと聞いたりとかすることがあるんですけれども、実際そういった体験をなさったことってありますか？今回はですね、あのちょっと気のせいかなと思ったんですけど、なぜかね、子供の鼻の声が聞こえてきたんですよね。はい、撮影中ですか。本当に、それであのちょっとみんなに確かめたんですけど、みんな聞こえないっていうから、うん、錯覚かもしれないんですけど、それがとても怖かったです。怖いですね。淡々とお話してらっしゃいますけどね。怖いですね。そのお話はキャストの皆さんはご存知でした？俺は知らなかったです。大丈夫ですかね、これから皆さん本編ご覧になるんですけれども、ちょっと中で流れてるとかそういう恐怖はないですよね。大丈夫ですかね。まあぜひあの同じ体験にしないように祈っております。僕と同じ体験にしないように。怖いですね、それは。ちょっと怖いですよね、鼻歌ってね。そうですか、ちょっとこう身の毛もよだつ感じがありますけれども、じゃあちょっと話を切り替えてね、映画の撮影中のお話なんか伺っていきたいなと思うんですけれども、佐々木さんはあの今回撮影中、まあ、主演ということでいろいろと大変な面もあったんじゃないかとは思うんですけれども、ホラー映画初体験ということで、いかがでしょう？そうですね、予想以上に結構体に来たというか、階段をこう登ったり上がったりとか、あとまあ壁に背中をドンってこうぶつけたりとか、あとはずっとこうこわばっているので、変なところの筋肉がすごく痛くなって、筋肉痛に悩まされ、あざ、全身あざとかも結構あったので、それは大変だなと思ったんですけど、でも本当に現場が明るかったので毎日行くのも楽しかったですね。はい、ホラー映画って筋肉痛になるんですね。筋肉痛ですね。なんか息遣いとかもずっとなんか荒いので、お腹の筋肉痛になったりとか、もう至る所が筋肉痛で結構大変でしたけど、見てる方もあの変なところに力入ってね。そうなんですよ。見る時もやっぱ怖まっちゃう。ああ、そうですよ、皆さん筋肉痛にならないように、身構えちゃいますからね。本当恐ろしいシーンたくさんあるのでね、ぜひ皆さん、はい、筋肉痛にならないように気をつけていただきたいと思いますけど、青柳さんは、はいはい、今回あの佐々木さんが恋人同士の役だったんですけれども、はい、共演してみていかがでしたでしょう？あの佐々木さんと恋人役が初めてじゃなかったので、あの最初の方からとてもあのコミュニケーションも取りやすかったですし、本当に助けられました。あ、そうでしたか、はい、佐々木さんもやりやすかったですか？私はもう本当に安心しきって、もう全然緊張、まあ、いい緊張感はありましたけど、はい、すごくこう飛び込みやすかったですね。前回もあのそういう役だったので、はい、なんかねこうお二人の空気感がねとってもスクリーンからも素敵に映ってますのでね、うん、ぜひ皆さんにもね楽しんでいただけたらと思います。さあ、そしてトリノルさんは今回、はい、落合監督とご一緒してみての印象をぜひ伺いたいんですけど、初めてのホラー映画だったので、最初なんかこうあの絶叫の仕方とかも分からず、あの最後の方は結構ワイヤーを使ってもなんかアクションシーンのようなあの、ね、シーンもあったりとかして、本当に初めてのことだらけだったんですけど、本当にあの細かい目の動きから教えていただいて、すごくですね、勉強になりましたし、すごいアクロバティックな、そうなんです、シーンですよね、はい、まさかあそこまで行くとあ、そうですか、ご自分で完成したものをご覧になってびっくりしました。びっくりしました。そうだったんですね、なるほど。さて、あの監督に伺いたいんですけれども、このジオンシリーズといえばですね、あの
かや子ととしおというとても重要なキャラクターが毎回登場していたんですけれども、本作では一体どうなってるんでしょう。まあ、もちろん2人とも出てきます。で、今まで、まあ、今回10作目になるんですね。最初ビデオから始まって清水崇監督が作られた、アメリカにもまで渡ってグラッジというタイトルになって、でちょうど、まあ、他の監督も、含めて10作目になって、まあ、リブートっていうことから話を最初伺いましたので、ちょっとだけ設定を変えさせていただきました。ただ海保と敏夫君はちゃんと存在してるし登場するしおいたしますし、とんでもないです。とんでもないですね。そうですか。いやでも本当にね、この2人の存在というのはジュオンシリーズでも大きいですからね、ぜひ皆さんご期待いただければと思います。さて、この日本国民が選んだ最も怖いホラー映画シリーズ第1位のジュオンなんですが、実は海外からも熱い期待を受けております。今回この場での発表が初めてとなるんですけれども、なんとですね、アジア14カ国ほぼ全地域での公開が決定しました。台湾では7月4日、韓国では7月10日の公開が決定しております。おめでとうございます。素晴らしいですよね。素晴らしいですね。さらにですね、モンゴル、インドからもオファーを受けてまして、他にも北米、ヨーロッパともう続々問い合わせが来ているということで、もうまさにジュオン旋風吹き荒れるといったところなんですけれども、佐々木さん、もうこの呪いが全世界でこう流れると思うとちょっとゾッとしますけど、ね、でも本当にいろんな世界のいろんな方に見てほしいなと思います。本当にどこまでこの呪いは広がるんだろうといったところなんですが、実はですね、今日はこの映画本編の完成と世界中での公開が決まったお祝いにジュオンスタッフからサプライズプレゼントをご用意させていただきました。はい、じゃあスタッフの方が今運んでますのでお願いいたします。いや何やら大きなすごく大きな箱が、何人がかりですか？4人がかり？男性3人がかりで、はい、大将、あ、持ち上げるんですね、ステージ上に上げるということで気をつけてくださいね。はい、大きい、大きいです。間近で見るとますます大きいですね。はい、そして祝いと祝いって書いてますね。のし紙もしっかり貼ってありますけど、じゃあ代表して佐々木さん、ぜひはい、リボンをほどいて開けてみていただけますか。なんか嫌な予感しますよね。いやいやいや、全然消えないですけど、本当になんか嫌な予感です。スタッフの愛が詰まってますから。はい、お祝いですから。お願いします。完全にこれ、なんか、なってやつでしょ。さあ、それではお願いいたします、今。え、佐々木さんが。これで、ここですか？そうですね、引っ張って、ほどいていただければ大丈夫ですよ。はい、リボンをほどきました。はぁびっくりしました。佐々木さんの腕逃げちゃいましたけれども、はい、なんとですね、カルコさんが今日映画の完成を記念して駆けつけてくださいました。なんとステージ張ってますけど、え、いや、ちょっと待ってください。あれ、あ、照明が消えちゃって、ちょっとまばたきしながらかわいそうとなるかわいい。箱ののし紙が岩井から呪うようになってますよ。すごい、まあなんて手の込んだ。いやもう、かやこさんにもほんとびっくりしすぎて心臓がちょっとダメですね。で、さっき打ち合わせでは佐々木さんその場になっててくださいねっておっしゃってたの。あ、そうなんですか。家に来ちゃいましたもんね。もうほんと怖かった。それ写真撮られてないからすっごい楽しかったと思う。大丈夫です、大丈夫です、美しかったです、十分。いや、早川さんと
そして土屋くんね、恒例の三角座りでね、可愛いですよね。可愛い。この映画で一番あざを作った方です。なるほどね。こうして這いずり回ってね、ありがとうございます。今日は駆けつけてくださいました。どうもありがとうございます。じゃあみんな揃ったところでフォトセッションと参りましょうか。はい。じゃあですね、皆さんそれぞれ準備の方をお願いいたします。マイクはお預かりした方がいいですかね、一度ね。はい、キャストの皆さんの、はい、登壇者の方々のマイクを一度お預かりさせていただきまして、はい、じゃあ青柳さんと佐々木さんで台を挟んでいただいて、それよりもストリートルさん、こちら側に私の土屋君が台に座って今日の状態で皆さんお顔見えますかね、大丈夫ですかね、 OK ですか、立ち位置等はいいですか。はい、ではまずはスチールから参りましょう。センターからお願いします。正面すいません、お願いします。いかがでしょうか。今センターで目線いただいております。お客様によります写真撮影動画ご遠慮いただいておりますので、よろしくお願いします。嬉しいですか。はい、ではそのままセンターな向かって右側に参りましょうか。向かって右手の方にお願いいたします。かやこさん、もう少しこっち、かやこさん、もうちょっと青柳さんの方に寄ってください。少し青柳さん側に寄っていただきまして、はい、はい、ね、すいません、こちらお願いします。お願いします。はい、もう一枚お願いします。ありがとうございます。お隣こちらお願いいたします。右端の方まで目線お願いいたします。ありがとうございます。じゃあ上こちらです、お願いします。はい、ありがとうございます。こちらお隣お願いします。こちらです、お願いします。あ、お願いします。お茶ください。大丈夫ですか。もう一枚ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら今度は向かって左端です。左端からセンターの方に戻っていきますので、まず左端にお願いいたします。こちらお願いします。いかがでしょうか。はい、そのまま左中ほどにお願いいたします。さらに左中ほどにお願いします。はい、じゃあ最後センターで締めくくりましょうか。いかがでしょうか、皆さん大丈夫でしょうか。かやこさん、ちょっとアクションをお願いできました。そろそろシールの時間終了とさせていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では今度は向かって右側の、はい、縦一列にムービーのカメラ来ておりますので、ちょっとそちらの方に目線と、そうですね、登壇者の皆さんもそれに手を振ったりなどしていただけますと、ぜひかやこさんもアクションをお願いいたします。狙われてますね。はい、ムービーさんいかがでしょうか、よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。では改めまして皆様、元の立ち位置の方にお願いいたします。はい、でマイクの方をお持ちしますので、最後にですね、これから映画をご覧になる皆様にもう一言ずつメッセージをいただきたく思います。はい、マイクの方をお願いいたします。それでは佐々木さんからお願いします。はい、本当にびっくりしたんですけど、呪音は本当にただ怖い、まあ、もちろんすごく怖くて怖い、まあ、怖いんですけど、怖いだけじゃなくて、お話もすごく面白くて、すごいどん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 謎を知りたくなるような、あっという間に映画が終わると思います。本当に今日皆さんに見てもらえることが嬉しくて嬉しくて、なんか早く感想を聞きたいなと思うんですけど、ちょっと我慢して最後まで楽しんでほしいなと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に、ありがとうございました。
前作とかあのシリーズを見てる人も楽しめますし、見てない人もあの楽しめる内容になってます、本当に最後までお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。はい、完成したものを私は怖すぎてほとんど見れないくらい怖かったんですけど、皆さんぜひあのたくさん絶叫して楽しんで帰ってください。どうもありがとうございます。では花子さんに一言いただきたいんですが、トリトルさんマイクフォローをお願いします。なんて言ったのですよね。そうですよね。そうですよね。映画を見終わった後ならきっと皆さんお分かりいただけるんじゃないかと思います。じゃあとしおくんも一言お願いします。お母さん、すごい、お母さんになったら覚えないの。怖い怖い怖い。でも本当はすっごい可愛い仲良しだもんね。いや、怖い。どうしたらいいのこれ。可愛くていい。笑いするっていうの笑ってみて。たまらないんだ。え、年尾くんだもんね。すごいですね。ね、素晴らしいのまで。ありがとうございます。素晴らしい。では最後監督に締めくくっていただきましょうか。さすがお母さん。面白い。こんな楽しい映画ですので、ぜひ今日見て面白いと思っていただけましたら、映画というのは100万人のお客さん見ていただくと大ヒットでございますので、今日だいたい400人ぐらいの方が来ていただいていると思うんですが、まあおよそ2000人か3000人ぐらいのお友達に誘いかけていただければ100万人でございます。どうかよろしくお願いします。最近 の映画ね、ちょっと音で動かす映画がちょっと多いって言われてホラー映画が引っ張られてたんですけど、結局音いっぱいつけちゃいました。驚くところいっぱいあると思いましたので、精一杯楽しんでください。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をしまして舞台挨拶終了とさせていただきます。皆さん楽しいお話をどうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお見送りくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん次の方からどうぞお足元気をつけてご来場ください。本日ご登壇いただきましたのは佐々木のぞみさん、青柳翔さん、トリンドルレイナさん、ともゆこさん、としおくん、そして落合かすゆきさんでした。皆様お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。さて本作